ょうど4000超えたあたり急にグッとこう来るような感じ、明らかに変わりますね。ブリーツが考えるスイフトという車なんですけれども、やはりコンパクトスポーツで、この価格帯で、1.4 リッターのターボでここまで走るという車は最近なかなかないと思うので、こういったですねワインディングなんかもキビキビ楽しく走れると、主にストリートに、重きを置いた開発をしていまして、ファーストステップということで、まずはサスペンションキット、あとフロントにはキャンバー調整ができるようなブラケットをオプションで付けています。エンジン系は、パワースローというですねパワーとスロットルレスポンスを同時にパワーアップとレスポンスアップをさせる商品がついていまして、約16馬力アップしています。さあブリッツさんのスイフトですね。これはですね、ブーストアップでスロットルですね、それはやっぱりこう変わってるらしいです。あとはフロントのブレーキいかにもターボっていう感じで、なんだろうな、今までは比較的こうねノーマルはスムーズにこうなんかあれだったんですけど、ドッカンじゃないですけど、その辺のねやっぱりこうパワー感っていうのがやっぱり結構独特な、やっぱりこうちょっとロール量多いかな、足がストリートっぽい感じらしいんで、なんか若干全開にした時にシフトアップの時に速い、空全開にすると例えばこれで2。ちょうど4000超えたあたり急にグッとこう来るような感じ、ブレーキのやっぱりこう効く速さっていうか、効くもちろんなんか変わってるっていうんで、効く量効き方っていうのは違うんですけど、ちょっとフロントがやっぱりこう強い感じですね。もうちょっとそれに対してギアを合わせたい感じですね。どうしてもやっぱりこう効くのがすごく強いんで、前がこうちょっとつんのめる。この車に関して言えば、4000回転ぐらいで急にこう、パワー感がぐっとこう上がるような、いかにもターボっていう感じの、やっぱりそこからパワーがぐっとこう、ワンランク上がってぐっとで、そこで7000回転ぐらいまでやっぱりこう引っ張ることができるっていう感じで、独特って言えば独特だよね。ターボらしいやっぱりこうエンジン特性っていうか、あとはブレーキはフロントがすごくよく効いて。すごい、もう踏んだ瞬間にクッとこう効くんだけど、ちょっとやっぱりフロントが強すぎて後ろがこうつんのめる感じなんで、もうちょっとギアを利かしてあげればやっぱりこうバランスよく、もっとやっぱりこう制動距離なんかも短くなるんじゃないかなっていう、そんな感じで、足に関しては一応ストリート仕様っていうことで、乗り心地っていうか、段差とかいろんな路面に対するやっぱりこう車の追従性みたいなのがあっていいけど、若干やっぱりこうクリックの問題なのか、コーナーでちょっとやっぱりロール量が多くって、でタイヤがフェンダーにちょっと若干チャッチャッと当たるところがあるんで、その辺もうちょっとクリックを締めてカーブにすれば、その辺もこう、解消されるかなっていう感じで、多分ねブリッツさんとしたらこれから、さらにハードなやっぱりこう多分作っていくと思うんで、その作っていく中での過程の、状況なのかなっていう感じで。このデモカーにはモノスポーツというアイテムと、EDFC アクティブプロを装着させていただいております。モノスポーツは基本的に自走でサーキットまで行かれる方っていうところをメインに据えているアイテムになりますので、街中でのもちろんコンフォート性っていうところもある程度確保しつつ、サーキットでも全開で攻めていただけるようなアイテムスペックを用意させていただいております。でそこに EDFC アクティブプロをつけていただけると、さらにサーキットに応じて減速力自動で調整できるというところ、セッティング突き詰めていけるアイテムになっておりますので、ぜひご提案させていただきたいアイテムになってます。でこのサスペンションは走り方とか走りに合わせて、減衰が自動で、これ見えるかな、変わるというものです。なんで、街乗りをやんわり乗ってれば柔らかく、そしてこういうワインディングとかサーキットをこうプッシュすると硬く変化するというものですね。今設定は一番柔らかい街乗りの数値にしてあります。すごいな、すごくこうリニアに変わりますね、減衰が。数字見てると柔らかいモードにしてあってもほぼ一番硬いところまで行きますね。やっぱり車速が高くてコーナリングフォースが高いと、今0番、かなり硬いところの数値を拾ってます。で車速を落として、横軸を減らしてあげると、すぐに街乗りっぽい乗り方をするとすぐ街乗りの数値に戻るという、面白いですねこれね。でこれ設定、イニシャルの設定を変えれるそうなんで、イニシャルをちょっと硬くしてみました今。さあどうなるやら。よいしょ。あ、もう明らかにもう全部フルハードになってるのかなこれ。明らかに変わりますね。しっかりした乗り味に変わります。やっぱりイニシャルの数値がソフトになってると、走り出し途中から硬くなるんですけど、その手前がやっぱり、減衰が低いんで、ふわふわしたところがあったんですけど、今は、最初のイニシャルから硬く、ハード、にしておけば、そこもなくなり、ピークの感じはあんまり変わらないんですけど、そのピークに行くまでですね、のポイントで、しっかり感が出ます。これねボタンポチッと押せば瞬時にそういう設定が変えられるのでいいですよね。これ面白いですね。数値的にも見えるのも面白いんですけど、こうリニアに減衰がどんどん変わっていってくれるのと、あとは、イニシャルの結局一番柔らかくしてても、頑張って走っちゃうと一番硬いところの数値まで持ってなるんで、最終的には同じなんですけど、ただそこ行くまでがやっぱりその設定を変えるとやっぱ変わるとか、なんかいろいろ試せて面白いですね。ただこっちばっかり見てると危ないです車の方はですね、足を中心にダンパーと、スプリングの試作品、並びにトーションビームの試作品、そしてキャンバーシムの試作品っていうのが入ってるのが足回りですね。パワー系はまだまだ今始めたばっかりなんですが、エキゾーストを中心に今試作が入ってまして、キャタライザー、センターパイプ、テールと、それに対して ECU を少しずつ合わせ込んでいるという、まだ途中なんですが、一生懸命探してるっていう。かなりシフトフィールは気持ちいいです。これガタが全くないんでレーシングミッションみたいな、さすがミノルインターナショナル、目の付けどころが濃すいですこのシフトでもちょっと慣れが必要ですね。ストロークがね多分純正の5分の1ぐらいしかないんで、ぼーっと走ってるとあれ今何速に入ってたっけってなっちゃいます。その場所が動かないんで、ほとんどエキゾーストの音なんかもですね、下級機ついてから前の32シフトから随分337と変わっちゃったんですけど、このエキゾーストはなんか NA の排気音みたいな音がします。心地いい排気音がしますね。でサスペンションはかなりこれ追従性が良くて、こう路面のアンジュレーションギャップをこう吸い付くように走ります。このサスペンション安心感が高いっていうか、こう突然何かが起きそうな感じが全然しないです。だから車がスライドとかしても、かなりこう余裕を持って対処できるような、サスペンションがついてますね。滑りそうになった限界付近でちゃんとまだ、グリップが出てる。で滑った後もストンってなくならないんで、かなりその辺は安心感があります。足はどうかな、だからミノルさんのところらしいっていうか、基本サーキットなんですけど街乗りもそのままできるっていうイメージですね。ある程度硬さはあるんですけど、その嫌味な硬さじゃないので、このまま全然街乗りしてても、違和感ないっていうか。で最初これ褒めようと思ったんですけど、でこれも結構いいです。なんで、ストロークもすごく短くて剛性感が高いんで、全然こうグラグラしないんで、こうレーシングカーに乗ってるみたいなイメージがあります。あとこのカバーがないのはいただけないなこれみのるさん作りましょうこれまあ見せたい人はね、開けときゃいいんかもしれないですけど、これちょっと見えすぎこれ